ユーチューバーでタレントのフワちゃんが10日、フジテレビ系、全力。脱力タイムズ、に、NG、を突きつけた。フワちゃんは番組内で、フワちゃんの最高。ラジオ、と題したコーナーに挑戦。様々なゲストを迎え、本当に共演 NG の人はいないのか。を検証した。ゲストに俳優、小田切城、タレント、佐藤玉尾、モノマネ、ビーズ軍団。 が登場し、最後は木下幸なが現れた。木下は、許し、許す、許してもらってるかな、でも大丈夫かな、こういうこと言っても結局、おめえのこと許してねえよ、まだ、って、言われそう、などと不安を前面に出し、ふわちゃんがおろおろしながらフォローする形に。スタジオは爆笑となった。ふわちゃんは放送前には自身の X、旧ツイッター、で、 ふわちゃんに共演 NG などいません。ふわちゃんはすべての芸能人と仲良しです、と出演を告知。しかし、放送直後には、めちゃくちゃだよこの番組、ととんでもないドッキリ企画に突っ込んでいた。さらに、えめっちゃみんなから連絡くる、と業界内でも大きな反響があったことを示唆。クリームの上田さんからも来たんだけど相方の番組普通に2点の受けるわら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 らとクリームし中。 上田信也が相方、有田哲平が MC を務める番組を視聴していたことも突っ込んだ。ただ、最後は TVer の番組告知を引用し、もう出たくありません、と、NG を突きつけていた。木下は2019年10月にタピオカ騒動で芸能活動を自粛。20年7月に芸能界引退を発表した。19年末に藤原、藤本敏文と離婚している。 今年10月10日のインスタグラムのストーリーで4年ぶりのフジテレビワンスタとフジテレビのワンガンスタジオで収録したことを報告。脱力タイムズの収録だったとみられる。